どうもファニーでーす。キャマを初日今日やっていきましょうということで、我々また2番のことで、増田式石田リューラチョクイナルです。よろしくお願いしますということで、皆さん久しぶりでございますね。そしてですね、私最近喉が痛くてですね、多分夏風邪だったのかなのかわかんないですけども、こう2、3日ね、喉痛くて動画が撮れなかったんですが、久しぶりにね、動画を上げていきたいと思います。喉が痛いとね、このね、美声がね、披露できないので、この美声が張り詰めた弓の震える角、月の光にざわめく、掃除のパッチャーペチュー。ちょっと歌詞わかんなかったですけれども、この店がね、ダメになっちゃうんで、金上がり。金上がりは切るのはちょっと早い気がするので、次のね、桂馬跳ねが金に当たるので、この逆形ですよね、金銀が。ちょっと悪いんじゃないかなと思います、お相手の形が。ということで、銀をぶつけて、さばいていけば、こっちの方が硬いので、よくなりそうな感じでございますが、銀交換して、4三銀とかも見えますね。銀は交換にならなかったので、桂馬跳ねますか。桂馬跳ねて、金どかして、歩を合わせていくみたいな攻めでどうでしょうか。金上がってきたら、あ、下がってきた。なら、歩合わせて、これで6筋を突破できればいいんですけれども、まあ、さばければね、角銀交換ぐらいだったら、まあ、みたいなところでございますが、どうなるでしょうか。で、角出て、強者はどうやって受けますかと。桂跳ね。な、桂馬、さばいて。で、これももうぶっちぎっちゃって。で、桂馬で繋ぐんですかね。これで、ね、相手は、結構薄いので。で、相手の飛車角はまだ使えてなくて、これも歩叩いて、どんどん頭から押していけば、良くなりそうな気がしますが、どうでしょうか。これは次、取れない。と、やばい。やったやったやったよー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 ありがとうございます。最後は、こうやってね、こっちは美濃囲いに囲って、お相手の方が出てきて、まあ、左を組んだんですけれども、こちらの攻めが先に入ったということでございますね。この金上がりがね、ちょっと悪い形だったんじゃないかなと思っております。で、銀ぶつけてみて、交換にならず、攻めが、こうね、桂馬跳ねて、調子良くなってきたということでございますね。これは、金上がったら戻れないから、でもまあ、桂取るっていう手がありますけど、歩合わせて、取って取って、で、同角で、まあ、桂馬跳ねてきて、まあ、ここでバラバラにして、桂で繋いだって感じなんですけれども、どうだったんでしょうか。まあ、結構ね、こっちは硬くて、向こうが、あとは、まあ、一手一手って感じで、この歩が叩けるのがでかかったですかね。逃げても銀ぶち込んで、みたいな感じで、清算して、銀金で詰んでるって感じですかね。受けるとしても、受けようがないですよね。はい。いや、この辺りで、勝負ありという感じでございますね。はい。ということで皆さん、夏風邪には気をつけて、美声はね、保っていきましょうという話でございました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。